ラグナクリムゾン第6話再開見ていきたいと思います。なかなかねやべえ展開にはなってるから、やばいんだよ、まあ、今かろうじてでもないな、まだスライムがいるから抑えられちゃいるんだろうけど、あそこでスライムいなかったらやばかったかなって思って、まあ楽しみなので早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターの方お待ちしております。よろしくお願いします。どうなるかな。めちゃくちゃキャラクター自体も増えたし、よし、はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。迷うっていうことは多分今じゃないっていう気はするけどな。迷うぐらいだったらやらん方がいいよな。多分冷静ではないもん。決断をしろって自分自身に言い聞かせてるっていうことは、やっぱその判断がちゃんとできてないになるからな。今までのラグナの感じで行くんだったらこういうのなかった気がするんだよな。それだったらやっぱやらん方がいいわ、今は。向いてねえな、今は。困った困った。でも一人ではないんだよ。今。スライムもいるし、あのちっちゃい男の子もいるし。男の子か女の子分からんけど、ちっちゃい子がおるし、巻き込むしな。でもそれだったら今マジでクリムゾンが望んでる方向に行きそうな気がするけど。どうなるか。今は避けた方がいいぞ、マジで。本編開始。第6話再開。
かわいい。かわいい。え？なんか自分の分身みたいな感じなんだ。え？いたんだな、この時。は。あ、やっべえ、こっち来たか。かわいい。マジでサイコパスにしか思えんよな。怖え。うん。
よし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 。いやそんな、え、行くの？行ったじゃん。
どうぞ。まあそういうふうな表現にはなるよな。よかった。よかった。やべえよ、やっぱこいつ。やべえって。おお。ああ、やべえ。は、止まらんじゃん。なんで？止まらんな。ああ、やばいやばいやばい。
これ勝てるんじゃね？いやーよかった。やっぱ見てよかったな。危なかったな。これ見てよかったわ。モチベが戻ったな。やっぱ面白いな、ラグナクリムゾン。こんなんだったっけ。止まっちゃったからな。でも連続で見れるのはありがてえな。次回もっとすげえような気ですけどな。でもなんかこう、クリムゾンが言い寄ったことをもう一人で今勝手にやりよっけど。なんかでも、若干壊れてきてねえか。いいな、いいな、みたいなことつって。おもろ。連続で見よう、次。また続きを。録画できるかな？24分か。まあいいか。一回切るか。一回切って次回は次回でまた一個で出すか。おもれえな。よかった。モチベが復活した。こうなりつつあったらバーンと戻った。切れそう。切れそうは切れてんだよ。次回面白いんじゃないの？もう、そう、この今見た第6話はもう、先週かな？で、最新話の第7話がもう配信されてるから、まあ、またすぐ見ようかなと思っておりますんで、まあ、よかったら。そっちでまた完全にモチベが戻る可能性はある。なんかこう低迷していた俺の中ではちょっと優先順位的なものでは低かったんだけど、やっぱ面白いわ。面白いな。面白いよ。よかった。次回どうにかこう戦ってくんねえかな。今一方的にやられてる感じはするんだけど、こっからなんかあるかな。他のなんか、竜たちが助けに来て、いろんなのといっぱい戦うのか、どっかで、まあ巻き戻しか静止がうまくいって、立て直すか、どっちか。でも、今のラグナ強えよ。おー、どうすんだろうな。で、クリムゾンがまた出てきたら面白そうな感じはするけど、どうなるか。一旦、じゃあここで終わり。第7話もまた今からすぐ連続で見えますんで、ね、よろしくお願いします。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、ラグナクリムゾン第6話再開でした。ありがとうございました。ならね。